食べるためでは歯を磨くため、あ、そうです、はい、いいです、はい、はい、そうです、いいです、ではいいです、いいですよ。私は最近はこうやって使っております。これで携帯をいじっております。反応すんのそれって。え、1ミリもしませんしてない、はい、これでこうやってやって何にも動きません。めっちゃこっちそのままコメントでいっぱいになった。歯に詰まったものを取るためのですか、爪楊枝なんですか。爪楊枝です、はいはい、爪楊枝です。正式な使い方は爪楊枝です、です。すごい、なんかさ、ショールームするさ、感覚が飽きすぎて毎回びっくりするんだよね、アップデに。何が起きてる今度は。なんかいちごのやつもらった。ああ、じゃ、昨日めっちゃ可愛かったの。昨日ペンライトがあって、ペンライトがこういうことでフリ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 してたの。すごい、めっちゃ可愛かった。すげえ。あとなんかね、女の子に、うん、なんだっけ、スキピとキュンですとピエンがあって、なんかツインテールの日だったからあったらしい。すごい、ツインテールの女の子だった。今時だね。あと豆まき、めっちゃ豆降ってくるのよ。すごーい、ハチ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 とかある。すごい、いちごめっちゃ可愛いよねこれ。いちご今日さ、うん、帰りに乗ったタクシーがさ、めっちゃいちごの匂いがして、のせいかなと思ったけど、やっぱいちごの香りがして、めっちゃいちご食べたいなと思いながら帰ってきた。何だったか分かんないの。うん。でもめっちゃいちごの匂いしたんだよ。一曲。でもこの間楽屋でメイクさんと、メンバー誰だったっけな、あれ、なんかメイクさんに髪やってもらいながら、なんか二人でなんか、ね、めっちゃいちごの匂いしませんって言ってきて、うん、で、え、いちごの匂いしなくないみたいな。私もメイクさんしてもらいながら話して、4人で話してて、え、しないよみたいに言ってて、でしたらその後、え、ちょっとサバのゴミの匂いしませんって言われて、いちごとそうゴミの匂い一緒って言われてさ、なんか嫌なんだけどってなって。確かに。絶対一緒ではないだろう。そうだよ。絶対一緒じゃないんだけど、なんか一緒かのように言われてさ。わ、いちご美味しくない。いちごが行きたい。いちご食べたい。はい。おうちいちご生やそうかな。いちご生やしな。でも家でできるいちごってこのくらいのイメージ、ちっちゃい、ちっちゃいよ、うん、いちごが可愛いって言ったらいっぱいいちごが送られてくる。優しい。いちご、いいな、いちご狩りね。福岡来てから毎年行ってるわ。え、すご、逆に福岡来てから一回も行ってない。え、だってあまおう美味しいじゃん。あ、確かに、なんかどこにあんのか分かんないのと、いちご狩り行くとこが遠いイメージ。あー、遠い、確かに車とかじゃないといけないね、うん、宮崎帰ったら連れてってくれる人がいっぱいいるから、うん、車で行くけど福岡はそれがないから行かない。あ、いっぱいいちご。そうからさ、家でさ、洗濯バサミでイチゴ狩りするなんじゃん。出た。あれやろうって言ってたんだけどさ、そういう、やろうって言ってたらさ、あの、去年ね、うん、やろうって言ってたら自粛になっちゃってさ、うん、で、あ、いっぱいイチゴ来た。うわ、できないねって言ってさ、イチゴの季節が終わったら今年もできなさそうじゃない？ねえ。イチゴ狩りに行けたーい。あくび出た。めっちゃ無意識にあくび出た。じゃあ、テントさん。これこれは、じゃあ、これは何で気がしたでしょうか。ここでしょ。どんな位置よ。ここ。なんで？アイロンでやけどするの？皆さんも考えてみてください。どうして私はここを気がしたでしょうか。え、何？髪で切った。正解。ええー。昨日ね、
昨日ね、寝っ転がりながらね、この台本をね、こうやって見てたの。ああ。そしたらね、こうやって見てて、この、めくれた何かか、何かわかんないんだけど、それがね、ここにザクって入ってきたの。痛そう。めっちゃ痛くて、めっちゃびっくりした。せけん。なんか、髪って本当にさ、皮膚っていうかさ、肉の中に入ってきた感触しない？うわってなる。タクッといく。うん、入ってきたってなる。めっちゃ痛かった。私トマト缶にやられた。出た。まだやってんの？まだ。でもね、ねねちゃんに、はぁ、ねねちゃんに言われて絆創膏外したの、ちゃんと。うん。西田カピカピになった、なんか。そうだよ。乾燥させないとな。めっちゃ乾燥した。で、ちょっとなんか治ったと思ったんだけど、うん、したらなんかこう再生してきた感じの、この、皮膚うん、が乾燥で、ポケっていっちゃって、うん、で、そっか、ピピピピって、解散しちゃって、もう一回、肉になった。なんで？わかんない。なんかね、いなくなったんだよね。あ、タワーありがとうございます。皮膚が。ありがとう。わ、キラーン全部セルフ。ありがとう。キラーン。でもね、うん、ここさ、まあ、絆創膏つけてたんだけど、うん、今日公演してて、あのね、あの本編終わった後、うん、あの、着替えるじゃん、MC 中に。うんうん、その時に、もう手汗とかでも剥げてきちゃってて、絆創膏が。うわ、剥がれてるじゃんと思って、でも、貼り直す時間はなくて、剥がしたの。うん、そしたらね、マイク持ったらここに当たるのが痛くてね、なんか地味に痛かった。なんか変なとこ怪我しちゃってるからさ、うん、あと絆創膏貼らずになんか手ぐししたよ、こうやって。うわ、絶対痛いじゃん。そしたらね、忘れてても怪我したこと痛かったから、でこうやってした時にここに髪の毛入ってて、ね、痛い最悪。髪も入ってくからね、めっちゃ痛かった。髪の毛入ってきた、マジで。体の中に皮膚の中に髪の毛入ってきたもん。最悪。痛い。マジ痛かった。こっちのコメント欄マジでみんな絶叫してる。うん、なんで？痛くて？痛くて。痛いよね。みんな説教しててよ。え、なんかさ、性格出る、あ、でも言ってるわ。冷静に、ヒリヒリしない？それ痛い。それも痛そう。冷静です。冷静すぎるやろ。痛そう。聞いてるだけで痛い。アルコールしみる。ゾワッとする。キャー。ざわざわ。ヒーくらいだったもん。アルコールしみる。そうなのよ。アルコールがしみるの。だから絆創膏買った。絆創膏持ってなかったの？いや、あのね、今日公園に行くときにそこまで考えてなかったから、あーね、絆創膏持っていかなくて、貼らずに行って、なんかよくよく考えてみれば、あ、そういうご時世じゃんと思って、うん、アルコールめっちゃするやんって思って買っとこうと思って買いに行った。水防止のやつ。あー、いいの。1月、こちらをセブンイレブンで買いました。ちゃんとしたやつじゃん。ちゃんとしたやつ買った。ちゃんとしたやつだった。140円ぐらいのセブンイレブン の独自のやつあったけど、それ穴開いてたから、うん、あ、染みるなと思って。あ、ちゃんとこちらのウォーターブロックになってますね。通気性も防水、バンドエイドはいいやつだ。防水テープになっておりますね。こちら使ってます。でも結構高いんでしょ。こちらですね、まあ、ちょっとお高いんですけど、15枚入り300円ってなっておりますね。まあ、1枚20円と、テクスチャー的にはですね、すごいサラサラしておりまして、まあ、つきやすいテクスチャーになってるかなと思います。で、こちらのね、周りをですね、ちょっとだけ囲まれておりまして。え、すごい。ここは密着してですね、水が入らないという優れものになっております。え、すごい、普通にすごい。ぜひ皆さんこちら、バンドエイド、ウォーターブロックですね。皆さんおすすめです。すごい。バンドエイド。今なら、
なんと、こちらにねねちゃんのつけた後のバンドエイドを付属して、切ったね切ったな切ったね はい、今こちら、はい、こちらのね、こちらのつけた59,800円です。さっか、そちらは私に入ってきますか？私が販売員なんで。でも生産者。提供者。あれ？生産者なんですけれども。ご提供いただいて、私が販売させていただいているので。あ、まあ、そうですね。まあ、バンドエイドさんの300円くらいなら、はい。させていただきます。私プラマイゼロなんですけれども、私はプラなので、はい、これおかしいな、はい。あ、ちなみにですね、あの地頭絵さんがこう開けたこの元の部分ですね、そちらもなんと今回だけですよ、この後ゴミ箱から拾ってきていただいて73,800円で販売させていただきます。ですね、それは、今私事務所のゴミ箱に捨ててきたんですけれども、武田さんが探しに行くということで大丈夫でしょうか？いえ、ごめんなさい、私在宅なんでおかしいな。探してきていただいて。おかしいな。あ、じゃあ、探し出した方からお支払いいただく。あ、ちょっとすいません、不法侵入になってしまって、ちょっとアラーム鳴っちゃうんでね、はい。あ、なるほど。はいはいはい。地頭絵さんがいていただいて。どうしようかな。よろしくお願いします。あ、ちなみに、あと、明日の15時には発送したいんで。早いな。早いな。はい、よろしくお願いしますね。あ、なるほど。はい。ツイッター、そのような形で話は進めさせていただきます。あ、ありがとうございます。はい。はい、では。なので、ぜひ。お求めの方はこちらまでよろしくお願いします。はい、こちらまで、こちらまでここ何あるん？ん、ここモカちゃん、モカに夢中でしょ。え、ねえちゃんにも出てんのこれ？出てないよ出てないよ、ここに。なんだよ、こちらまで、ねねねね推しが買います、買います、買います。オペレーター増やして待っててくださいってさっき褒めてきてた、ね、オペレーターと、そうですね、まあ私はやらないので、ちょっと地頭絵さんしか今のところいないんですけど。え、なんでですか？まあ、そうですね、うちからですと、まあそうですね、まあ、こちらにいるので言うと、羊のショーンは多分オペレーターできると思いますので。本当ですか？そうです、はい、うちだったら、あ、555のプリキュアたちが5人と、あと初代が3人いらっしゃいますね、はいはいはい、じゃあ、9人ですかね。あ、そうですね、こう、いや、あ、そうですね、9人、そうですね、そのくらいですかね、うちにいるのは。はいはいはい。あ、あと、こちらが。あ、そうですね、こちらが。はい。こちらがいますね。はいはいはい。こちら10人体制ならいけますね。あ、本当ですか。555様が5名様。初代が。555が6名様。6名様ですね。ですね、はい。55ですもんね、失礼しました。はいはい、と、初代が3名様。はい。と、そちらの。はい。あの、このプッシュスティックキーホルダーが、はい、9名様じゃない、これ9名もいない、1人しかいなくてごめんなさい、9名ですね、1名様ですね今のところ、はい、と、地頭絵様で計、あ、私も、はい、あ、ちょっと私はちょっと、はい、ちょっとすいません、ちょっと忙しくって、え、ちょっと忙しくって、で、あ、ちょっとすいません、今ちょっと回線が乱れておりまして、あの、ちょっと私は、あ、聞こえますか、ね、私は、あ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 
爪と爪でさせていただくんですけど、NG で。OK ということで、はい。爪と爪で NG させていただいてもらって。なるほど、なるほど。はい。あ、素敵なお爪ですね。はい。ちょっと NG。NG。OK。はい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 。あら。あ、ということであれば、そうですね。今日深夜3時から受付開始ですので。もうちょっと大きい罰がよろしかったかな。ちゃんと爪と爪で NG して、今だから、ここで NG してる。ちまちまの聞いた？いたよ。ちまちま、皆さん、お弁当は何の具が好きですか？お弁当の具選手権。お弁当は、お弁当の具、皆さん何が好きですか？お弁当の具に欠かせないものといえば、唐揚げ、唐揚げ、ウインナー、鮭、ウインナー、ミートボール、卵焼き、唐揚げ、卵焼き、タコウインナー、タコウインナーだよ。お、おっと、ミートボール、あ、ウインナータコさん、やっぱいるじゃん。支持者はいるんだよ。支持者はいるんだ。赤ウインナー、赤ウインナーじゃない、タコさんウインナー。タコさんウインナー。え、絶対に嘘でしょ。本当にホイコーローって入るの？すごい、なんか、汁でダクダクになりそう。こぼれちゃいそう。え、でも私一回学校にカツ丼持ってったことある。カツ丼と、牛丼と、なんか一時その丼にハマってて、中学の時。持ってった。汁だくだく。私ママがお弁当を作るのがめんどくさい時はいつもロコモコ丼だった。へ、あのね、ロコモコって言ってもご飯入れて目玉焼き焼いて、うん、あのさ、もう作られてるさ、うん、湯煎するだけのハンバーガーあるじゃん、うん、それがぶち込まれてて、それにちぎった野菜が入ってるっていう5分でできるお弁当だった。基本あんなに自然解凍冷食めっちゃ好きだったし、わかる、私ね、トントントンって入って、自然解凍じゃなくてチンするやつだけど、ちっちゃいハンバーグの中にちょっとチーズ、あー、ハンバーグ、こんくらいちっちゃいやつ、うん、あとグラタン、星のやつ、うん、グラタン、あれって圧倒的支持率だと思う、あいつ、うん、私オレンジのところが好きで、あ、わかる。オレンジのとこめっちゃいいよね。めっちゃわかる。オレンジのとこ大好きだった。あ、別に結果言ってないじゃん。あ、そうじゃん。え、ちょっと私自分の結果しか覚えてない。まあ、何個か、あれがあって、卵焼き、唐揚げ、タコさんウインナー、他覚えてないんですけど、うん、まあいろいろありまして、まあ、それを誰を選、どれを選ぶかによって自分の腹黒度が分かるってやつなんですよ。これね、あれね、なんていうんだっけ、その、診断。心理テスト。心理テスト、それそれ。で、私が卵焼きを選んだんですよ。で、ねねちゃんはタコさんウインナーを選んだんですよ。なんか、タコさんウインナーってよりかは赤ウインナーが食べたかったの。ああ。で、赤ウインナーって答えたの。あーね。そうそうそう。で、したら、これなんだっけ、卵焼きが 0%、10%? いや、忘れた。唐揚げが0じゃなかったっけ？うん、唐揚げが真ん中くらいだった。40くらいだった。卵焼きが 0% だったっけ？ 0% だったかな、確か。で、タコさんウインナーが、100% だったの。100% だった。でね、多分ね、そのね、それがね、リハ中で、そうそうそう、リハに、曲が、自分のやってない曲の時ってみんな、そのレッスン上集まりすぎると密だから、いろんな部屋に分散されてるのね。で、でも私がいない間に、その部屋の中は、その話でひとしきり楽しんでたのよ。えー
めっちゃ楽しいみたいな。心理テスト部屋になってた。そうそう、心理テスト部屋にね。で、私は、なんか誰かに、モカに用があって、うん、あのその部屋に入った瞬間にそれを投げかけられたの急に。そう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 。でなんかあの弁当の中身でこれと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 これの中でどれが一番好きみたいなって言われて、私はねその時に3日前から赤ウインナーが食べたくてずっと赤ウインナーが食べたくて本当にずっとね赤ウインナーが忘れられなくて赤ウインナーが食べたかったの。だからタコさんウインナーって言われたら、あ、赤ウインナーじゃん。あ、例えば赤ウインナー食べたかったわと思って、赤ウインナーって答えたら、全員に爆笑されて、えみたいな。なんでみんなそんなに笑ってるのみたいな。もうミナちゃんとか大爆笑だった。大爆笑だったね。ミナちゃん、ユキちゃんが大爆笑だった。ミナちゃんとリーヌさんが今まで見たことないぐらい爆笑してて、私なんでこんなに笑われてるんだと思ったら、タコさんウインナー腹黒度 100% って言われて、そんなので腹黒度とか調べないでくださいって感じだったんだけど。でもその後に私がなんか岡ちゃん、なん多分ネネが先にいたんだよね。そう、え、確か、え、わか、忘れたけど、で私は何って言われて、で、え、私卵焼きって絶対嘘だって。何お前は絶対嘘だ。どっちもどっちの扱い受けた。そう、どっちもどっち。絶対に嘘だって言われて、でも私何か分かんないから何がってなって、うん、はって言ったら、そう、腹黒度が 0% だったから、うん、なわけねえって言われて、それもそれなんよ。それはそれで最近。なわけねえって言う。どっちもどっちの扱い受けた。どっちもどっちの扱い。それでしたら、あの、一周回ってそれも理解した上の 0% って言われて。そこまで理解した上で卵焼きを選んでる、そうそうそう、こいつはって一周した卵焼きって言われた。そこまで計算され尽くされてる。どっちもどっちすぎてもろかった。あ、タオルさんだ。こっち古川さんいるよ。なるほど。古川さん、過去の主演女優のお二人、明けましておめでとう、あ、明けましておめでとうございます。僕のプロデューサー論は生きてますか、だって。天の声ってことですかね。そうですよね。天の声の。そうですね。生きてるのかな。生きてるのかな。生きてるのかな。生き。どうなんだろう。あれ、古川さんがいなくなっちゃった。コメントくれない。生かしていきましょう、これから。生かしていきましょう。あと、あと2、3週間。とにかく一番大切なのは、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。とにかく一番大切なのはケータリング以上です。だって確かに確かに、そんなでもリモートなんよな。リモートなんよな。見に来てください。そうですよ、見に来てください、ぜひ。あ、こちらこそ撮影ロスです。じゃあこれ載せといてください。載せといてください。あの、田原さんのこちらのコント劇メンバーで制作させていただいてます。もう、もはやアイヤー。あ、そうです。アイヤー様で、アイヤーさんで作らせていただいておりますので。はい。ぜひ。アイヤー！この間のブルー公演、あ、見たって言ってたな。チームブルーがね、この間ね、うん、あの、アイヤーで、アイヤーじゃなくて、ラビリンス。うんうん。ラビリンスで1位になった後の公演。めっちゃ面白くて、あ、ね、ずっとアイヤコールしてて、もうアイヤさん様々でございます。めっちゃ面白かった。タラさんお元気ですか。 P ルーム以来、 P ルーム以来ですねって。あの、こっちの側で古川さん、そっち側でタラさんで会話してるから。そういうこと。タラさん宛てメッセージ。あ、そういうことなんだ。お元気ですか。今の古川さんのアイヤ。あ、そうです。田原さんへのメッセージ。田原さんへ。はい。P ルーム以来とのことで、P ルームでお会いしてるらしいです、お二人は。なるほど。
天使の扉はオートロックは挿入感になってますか、だって。懐かしい。そうですね、なってます。浜の山都市には丘が多いね。大嘘、大嘘。本当に横浜の山都市って何なんだよってずっとなってる。な、挿入歌にはなっておりません。あれサビなんだっけ、あ、なんだっけ、やばい、ついに忘れたんだけど。浜の山都市には丘が多いね。違う曲に繋がってっちゃうんだけど、全然わからない。チェチュチュの歌、ストーカーな歌、ストーカーな歌なんだけど、うん、すごく素敵なメロディーに乗せられてすごく素敵な曲なように聞こえるの。でも歌詞はストーカーなの。最低じゃん。そうだよ。加賀さん最低。そうだよ。勝手に悪口。ここで。ここで急に勝手に悪口。やった、いちご。あ、田原さんから古川さんにお返事が。会話。とにかく、ジーナにはよろしくお伝えください。ほな、古川さんまた P ルームで。ねえ、いや。違うけど名前しか出てこん。ジーナの名前一回も出てこん。おかしいな、ここ。ここ何ルームかな。おかしいな、一回も出てこなかった。おかしいな。うん。P ルームでじゃないんよ。ジーナにはよろしくお伝えくださいじゃん。それもおかしいし。私たちによろしくお伝えでもないからね。そうだよ。古川さんによろしくお伝えだからね。うん。あ、おもろい。ここも P ルームじゃんって。そうだよ。だから私最初さ、なんかしたっけと思ったんよ。そしたら、あ、P さんの方かと思った。あ、そういうこと。P ルームだよ。おつ P の方の P です。P ルーム。P ルーム、確かにここも P ルームだ。どっちから。先週 P ちゃんが毎日歌ってましただって。毎日歌ってた。毎日歌うんじゃないよあれ。呪われますよって伝えといてください、毎日。サラさん了解しました、また P ルームで。P ルームじゃないよ。P ルームじゃないよ。なんでお互いにうちらを通してるの。本当にここで、ここで話してこう通ってるのに、スライムうちらスルーしていくからね。ちょっと迷子迷子。安定するから9やでって言われた。いえ、あれこっちか。どっちか分かんないな。出た、今ずーっとヌネちゃん見てたんだよ。私ね、よくあるよ、こうやって。こうやってコメント見てる、いつも。でもね、今はね、意識してるから口閉じてるけど、基本的には口開いてる。わかる。今日か。やっぱさ、口って開くよね。開く。私いつもねこうやって止まりすぎてみんなに言われるの、うん、何、え、電波悪いって言われる。自分が止まってる、うん、全然と、あのコメント読んでるだけでして。昨日恵方巻き食べたからね、ずっと無言の放送事故だった、うん、放送事故じゃん本当に。でもね、ちょ聞いてよ、昨日恵方巻き食べたはいいんだけどさ、なんかこのご時世恵方巻きが全然売ってなくて。なんで。なんか多分そんなに数を売ってなくて、うんうんうん、で、まあ、そこそこ遅い時間っていうか、まあ、そんなに早くない時間に買いに行っちゃったらもうなくて、実際なんか肉が周りに巻かれた、ローストビーフが周りに巻かれたやつしかなくて、めっちゃ太くてかぶりつけなくて普通に切って食べた。美味しそう。普通美味しかった、普通に美味しかったけど恵方の要素はなかった、ただの巻きだった。私さ節分今日だと思ってた。昨日だよ、なんか100なんちゃか年ぶりに昨日だったんだよ。え、どういうこと。なんか2月2日になるのが100なんちゃか年ぶりみたいな。え、どうして変わるの。え、知らない。ヘイシリ
誰か起動したかい？ Hey Siri。 124年ぶりになったらしいけど、あ、起動したって、イエーイ。なんで？次は4年後？本当に？うるう年の関係でずれるらしい。え、どういう、なんでずれるの？今日が立春だからです。ん？立春の前の日が節分。ああ、立春の、そうらしい。立春の前日が節分だって。立春って何？春だよって。もうすぐ春ですねーってことです。はい。節分。日にち。変わった。言って不思議だね。豆まきなどの行事でおなじみの節分。節分はいつかと聞かれたら2月3日と答える人も多いだろう。しかし、この日は固定ではなく、令和3年には2月2日となる。3日ではなくなるのは昭和59年、あ、1998年ね。あ、間違えた。1984年ね。2月4日以来37年ぶり。2日になるのは明治30年。1897年2月2日以来の124年ぶりのことである。理由は書いていなかった。どうして立春、ん、立春、立春、なんで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 、なんかよく分かんなかった。なんかね、太陽の周りを回る時間のなんか調整らしい。よく分かんない。いや、うるう年がなんでずらすかは分かるよ。そのうるう年なくしたら、まあ、2月が夏とかになっちゃうっていうズレが生じるから、うるう年を4年に1回つけるっていうのは分かるんだけど、そうそう、どうして節分をずらすのかが不思議。日付増やしてるわけでもないじゃん。あ、地球が太陽を一周するとちょうど1年になりますが、では1年は何日でしょう。1年は365日と思われがちですが、厳密には 365.2422 日となります。毎年 0.2422 日分多くなってしまうので、4日に1回うるう年を設けて1日増やすことで調整しているのです。しかしここでさらに問題が。うるう年は1日に過去24時間増えるけれど、4年に1回1日増やすと、今度はその合計時間が太陽4周分の45分、太陽4周分より45分ほど短くなってしまいます。この小さな誤差とうるう年の存在によって、立春の日にちが少しずつ変化するというわけです。わかりません。もういいや。ま、レアだよって話だ。うん、そうだよね。なんか124年に1ぶりに来たよってことで、ね。そう。すごいなって。うん。うん。できる。じゃ今日が立春なんだじゃん。うん、うんうん、素敵だね、素敵だね、うん、地球って不思議だね、地球ってすごい、あ、あ、それは何なの、まあフィーバータイムだったから。ちょっと、うん、レアだよ、ハッピーだよってことでした。よし、あ、フィーバータイム起きた。ボンスボン。終了しました。お疲れ様でした。ありがとうございました。え、待って、今何時？あ、モカちゃん若いからあと30分で終わっちゃうんだ。
逆にまだ30分あることにびっくりした。もう19時50分ぐらいの気持ち。でも2人で喋っててさ、なんか早いと思ったけど意外とゆっくりだね、うん、今あっという間だねって言おうとしたんだけど、あっという間じゃないか、うん、逆だと。すごいいっぱい ハートが来た。今釣られていっぱいハッピーが来たって言いそうになっちゃう。いっぱいハッピーが来た。ここしか知らない。あ、そのなんかわかんない。あ、古川さんからフィーバータイムが来た。あった。踊んなきゃ。ドンスプーン。はい、終了しました。ありがとうございました。20。この間、めっちゃ前だけど、カラオケで歌ってみようと思ったの。うん。マジで歌えなくて。へぇ、歌ってみたことないわ。あ、ブンスブン。あ、歌ってみてじゃん。トゥラダタラしか知らないのよ。知らんのに歌った。だからじゃん。あのさ、AB、うん、分かんなかった。知ってる AB メロ。知ってるよ。どんな感じ。あ、今思い出せって言われたら今出てこないんだよな。タタ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 でしょ。ああ。タタ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 タどっかの余興かなんかやったの。MV が好きでめっちゃ見てたの。あね。あとああいうのね、あの毎週待てはしないんだけど結果だけ気になるタイプだからめちゃくちゃ。タタタタラタタラタタ。なんかさ、タタじゃない？タタ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 。やってる。あ、そう。タタタタ。タラタンタタタンタタラタン。おお、私はわかりません。もしかわかりません。かわいい。おばあちゃんがニズーって言ってたらしいよ。あん、ニズーだよね。あんなニズー、こうやってしたらマジロングの人。マルクルじゃん。マルクル。マルクル。あれマルクルだよね。あれマルクルじゃないっけ。マルクルってハウルのさ、マルフォン。ヘイシリ、私のヘイシリ。お、マルクルって何。はい、ヘイシリ、私マルクルだ。ご確認ください。ありがとうございます。ヘイシリから検索されちゃった。マルクルだった。マルクル、マルクルのあれでさ、うん、ヒゲが出てくる仕組みがマジわかんなくてずっと不思議だった。え、この男の子からヒゲ生えてくるの。そうだよ、多分それはあれなんだけど、ハウルの魔法のなんかあれなんだけど、みんなの胸びようさ、それは違うでしょ。なんかね、なんか頭巾みたいのがあって、うん、頭巾をなんかねファサーみたいなしたら顔が老けてヒゲが生えるよ、こうやって。へえ。そう、あ、魔法使いなんだ。マルクルも魔法使いなのね。え、ジャズンステップファイ。あ、
あ、なんか言っちゃいけないやつなんだっけ。なんだっけ、シャンシャンみたいなやつ、なんだっけ、わ、出てこない。誰か、わかる人。ビンガーリアン、ビンガー、あれなんて言ってんの、わかんない。ビンガーリアンレビオーサじゃない、そんな感じでね。バルス違うよ。ボルデモート、ボルデモート違うね。アバダ、あ、アバダケダブラ、はい、それらしいです。古川さんがアバダてんてんてんって言っちゃダメだからね。だってアバダケ、アバダケダブラ、アバダケダブラ、アバダケダブラ、こう言ったら何なの、どうなの。一瞬で相手の命を奪う呪文すげえ。アバタ、アバダケダブラってなんかさ聞いたことはあるじゃん。なんかハリポタ知らなくてもなんか聞いたことある気せん。アバダケダブラ、うん。え、でもさハリポッターたちって何回かなんか危機みたいになるじゃん。うん、アバダケダブラ言ったらいいじゃんね。だから使っちゃいけないんだよ。だってそれ人を殺してしまうのと同じだから。ああ、じゃあウィンガーニアムレビオーサ、寝ろみたいなやつないの。え、寝ろみたいなやつないの。ルーモス、ルーモス、インペリオ、ルーモス、インペリオ、わ、絶対なんだっけ、ルーモス、ルーモス。これで私は今ライトをつけました。ルーモス、え、何それ、やりたい、かっこいいでしょ、やりたい、ちゃんと言わないと、ルーモス、ルーモス、かっこいいでしょ。あ、ルーモスは光を灯すやつなの。そうだよ。すごい、すごいじゃん。インペリオ復従せよ。へー、うわ懐かしい、魔法学校。魔法学校あれどれでやったっけ。マルゾンにさ、あなたがこの魔法にたどり着いたということはなんとかの試験を突破したよね。これであなたも一人前の魔法少女の仲間入りよみたいなやつ。開けちゃった日だ。アグアベンティ、アグアベンティ、違う、あ、剥がそこ、これアガメンティー、どういうこと、水、うん、アガメンティー、水出すやつ。みんな詳しいね、今調べたヘイシリハリーポッターの魔法の言葉を調べて。ウィンガーディアムレビオーサー。あれ？ウィンガーディアムレビオーサー。そうそう、一回 TikTok で流行ってたよね。うん。あなたのはレビオーサーのやつ。エクスペリアムス。それはどうなの？私にエクスペリアムスが来たとしたら、エクスペリアムスってなる。落としちゃうのか。武器が、すごい。それめっちゃやってたら戦えんじゃん。本当に使えるかもしれないね。メルブさんの呪文で覚えてるのは吉住。え？え？メルブさんの呪文。吉住。吉住？うん、え？それは何ですか？眉毛が太くなる呪文です。吉住、吉住、吉住、ま、間違えた。
対象者の眉毛を極太にする、額から流れる汗を食い止め目に入らないようにする呪文です。あ、すごい素敵ですね。はい。あー、懐かしい。ヒャダコリ。え、ヒャダコリ、それは何ですか？口の中に氷をひとかけら出現させることができる。え、あ、懐かしい。メラチャッカとかめっちゃ懐かしいな。それ何なの？うん、メレブ、メレブさんです。あの勇者ヨシヒコ。あー、めっちゃ懐かしい。あ、脇がんて、脇がんて懐かしい。ヨシズミ出てきた。ジョヒャド、ジョヒャド、ジョヒャドなんだっけ、ジョヒャドな、ジョヒャドジョヒャドとかめっちゃ懐かしい。メレブ、ジュモン。呪文ってすごいな。じゃあ何の呪文作ろうかな。何にしようかな。じゃあ、うん、著作ゆはどうなりますか？自分にとってすごくちょうどいい温度の左右が作れる。著作ゆ。なんでさ、似たようなこと思うの？私今目の前に緑茶があったからさ、緑茶飲みたいと思ってさ、緑茶がいっぱい増えろって思ったらさ、左右言われちゃった。あ、いいじゃん、傷が治るの作ったらいいって。花はきらめく魔法の花、時を戻せ過去に戻れ。はい、だからこれで、ま、治ったよ。言ったからな。うん、だってラプンツェル髪の毛下ろしてが直してくれるもん。今モカちゃんが歌ったことで、このショールームが強制的に落とされたら私は一生心に傷を負うよ。あ、いいよ、私カラオケでグッバイって歌ったことあるから。すげえ。この間チャレンジし、よくチャレンジするんだけどさ、いけるかなっていう。レンチンって魔法あったら超便利じゃん。だってめっちゃ便利じゃん、レンチン。うん、お、えー、便利、めっちゃ便利じゃん。レンチン行かなくていいってことじゃん。うん。もう、レンチンって言ったらもう、あったかくなる。え、めっちゃいいじゃん。いいね。レンチンいいな。冷凍庫ってのも欲しい。冷凍庫。それはどうしようかな。なんて名前にする？冷食。それは冷食やん、もう。あれ、なんかいいのないんかな。ヒエヒエフリーザー、いいじゃん、アラスカ、ヒエヒエ、みんなが言ってくれたもの。ヒエヒエ、ヒエヒエでいいじゃん。ヒエヒエ、ヒエヒエ、持ってこれない、ヒエヒエ。あ、固まった。危ねえ、危ねえ。今心の中でレンチンって唱えた。危なー、あと3秒下がったら。うわ、マジか、そういうことあるのか。危ねえ。もう一回、ヒエヒエ。やっぱ私魔法使えるようになっちゃったから、もうすっげえ。あれ、なんかまばたきしたな。ゆっくりやりゃいいとかじゃないんよ。
何？なんか言われてさ、心の中で唱えたら戻れるみたいな。え？何で？え、わかんないわかんない。心の中で唱えたら戻れる。芸人さんのコントだ。うわ、誰のコントだっけ？なんか魔法使えんだよみたいな感じで。うわうわ、誰だっけ？なんか今から唱えて戻れるみたいなやつ。俺、ふわっときた、ふわっと。え、うわ、誰だっけ？めっちゃふわっときた。催眠術だ、催眠術解けるみたいなやつ。うわ、なんだっけ？なんかわかるよ、なんだっけ？誰かわかんない？誰かわかんないかな。ロッチ？ロッチ？なんだ。うわ、危ねえみたいなやつ。もうちょっといるみたいなやつ。わかんない。誰かわかります？誰かわかる人いない？あれめっちゃ好きだよね。でもなんか、わかる気がする。あとちょっと遅かったら、みたいなやつ。なんかめっちゃふわっときてる、ふわっと。あ、何で見たんだろうな。めっちゃ気になる。ロッチに催眠術の師匠と弟子のネタあったね。あ、え、そう、それ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 。それかな。いや、電波。それかな。誰も1ミリもピンとこない。うち気になるって言ったら、すげえ。多分そうな気がする。なんかいっぱいみんな候補出してくれてるんだけどさ、候補ありすぎてすげえ逆にこれかなこれかなって。うん、逆にそんなに似た感じのあったんやっていうね。それにびっくりだよ。きっと、きっとなんかその辺のどれだ、どれかな。そうだよ、その辺のどれか。あとで探そう。あとで探す。あとで探す。あ、あと9分で終わっちゃうよーん。って考えたら割と時間経つの早。ね。早。ちょっとげ、多分、キングオブコントの2000、キングオブコント2010のロッチだって。すげえ。そこまでじゃん。プロフェッショナルだよ、それは。ほんとだよ。そういう仕事。これ、このストーリーのこのコント何でしたっけ？キングオブコント2000、あ、忘れちゃった。2010のロッチのネタですね。私さ、めっちゃおもろいのがね、私のばあちゃんって結構何でも覚えてるんよ。うん。の名前とか人の誕生日とか、結構何でもすぐ覚えるタイプなんだけど、うん、友達にね、歩くコンピューターって呼ばれてるらしい。めっちゃおもろない。かわいすぎ。歩くコンピューターって呼ばれてるんだよ、友達に。強っ。でも昔の友達とかじゃない、最近の普通に同じ職場とかの友達に歩くコンピューターって呼ばれてるね。めっちゃおもろない。会いたい。歩くコンピューターやばいな。ネーミングセンスめっちゃおもろい。好きなあきちゃんのめっちゃ好きだよ。何？私登録して知らん子がさって。あ、本当に面白かった。何事かと思った最初。めっちゃおもろかった。めっちゃ面白かったな、あれ。歩くコンピューター、歩くコンピューターらしい。確かに記憶力いいよな。会ったことない。確かに。もうおばあちゃんとかそんな会ったことないよね、みんな。うん、お母さんお父さん止まり。
会ったことあるっていうか、うん、そうだね、なんか関係者でいるけど、うんうん、誰かわからんっていうね、うんうんうん、誰のおばあちゃんかわからんって、ありがとうございましたっていうやつ。だいたいお母さんまで全部に知ってるお母さんとかがいると、あ、うん、なるほどねってなる。そうそうそう。歩くコンピューターって言ったからかな、ね、Windows いつのやろうってきた。そうですね、いつものなんですかね、あれは。いつものなんですか、1900 いつですかね、いつですかね、さすがに何年かって言ったちょっと何年か分かんない、うん、今何歳かいまいち分かってないっていう。私自分のも何歳か分かんなくなる。自分が？うん。なんで？分かんない。あ、いくつだっけ？17か。あ、10。多分17です。みたいになる。私はもうね、毎年、年を越すたびに自分の年齢突きつけられるから。あー、そっか。はぁ、21歳。って思って年越したよ。21歳になるんでしょ、次。21歳だーって思って年越した。21なのね、ねちゃん。そうだよ、今年。やば。8ヶ月半後ぐらいで、あと。あ、今年じゃねえや、間違えた。今月誕生日なんで。え？待ってまーす。今月誕生日なんで。やば、ちょっと電波悪い。2月25日が誕生日です。ちょっと電波悪いか。2月25日の誕生日、待ってます。え、みんな電波悪いよね。待ってます、みんな。もうだってコメントが電波っていうコメントしかなくなってるもん。みんな電波。よろしくね、みんな。はーいって言ってる、ほら。こっちはみんな電波悪いっぽいわ。みんな電波って。今古川さんが電波ガガガガガって。誕生日なんで。あ、誕生日は9月27って聞こえるって。あ、そっちか。ん？そっちかそっちか。2月ね、2月25の話ね。うんうん。9月27ね。うんうん、よろしく、2月25ね。うん。よろしく。左半分しか聞こ、そうだね。多分半分側しか聞こえてないのかもしれない。うん、2月だよ。プレゼントはいらないって。欲しいな。そうそう、そういうありがとうね、ねちゃん。うん。うんうん、ありがとう。だね。何頼もうかな。Wi-Fi ね、Wi-Fi もうちょっと頑張れって伝えてくるわ、じゃあ Wi-Fi。何頼もうかな。今、プレゼントって思い出したんだけど、あきちゃんの掃除機送ってないわ。忘れてた。なかったことにしてみようかな。そうだね、うん、ちょっとグレード下げてコロコロぐらいにしとくか。あ、そうだね、うん、うん、そうだね。それからおもちゃのさ、掃除機とかあるから最近。そうだね、あれ結構吸うらしいし、おもちゃの素敵、うんうん、いいね。一回そっちにしてみようか。うんうん、オッケーとか言ってたら、あと何分で終わっちゃうんだけど。やば、もうそんな時間。ほいじゃほいじゃほいじゃ、終わろうかね。そうだね。これってさ、一人のとこ解散できないの？もう知らん。私はもう終わるよ。分かんない。じゃあランキング読んで終わろうと。これ一気に読んだらさ、どうなるんだろう。カオスなのかな。いきまーす。はい。13位、あちゃんさん、ありがとうございます。12位、神奈川さんさん、ありがとうございます。11位、コロちゃん、ありがとうございます。10位、タカさん、ありがとうございます。9位、ガッサン、ありがとうございます。8位、若隆さん、ありがとうございます。7位、竹本さん、ありがとうございます。6位、スマイルさん、ありがとうございます。5位、ケンタ、5位合ってるね。5位、ケンタさん、ありがとうございます。4位、黒豆さん、ありがとうございます。3位、タモちゃん、ありがとうございます。2位、ゾウキンさん、ありがとうございます。1位、タケタケさん、ありがとうございます。すごい、よく行きましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。見てくれた皆さん、ありがとうございます。ありがとうございました。今ランキング読まれた方がこちらにもコメントしてくださって本当にありがとうございます。
あれあれであれおかしいなあれあれあれみんな見てくれてありがとう。ありがとうございました。トナカイが届いたらまた配信します。トナカイ届いて今日持って帰ってこようと思ったけど忘れてました、ごめんなさい。あの私もそれもらいに行こう。クマがもらえるんだってさ。ではみんなさようなら。さようなら。あ、59分だって。バイバーイ、はい。